こんにちは、和食料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回はナスと豚肉の照り焼きを作ります。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。まずナスは輪切りにしましょう。ナスはハリがあって表面にツヤがあるものを選びましょう。ヘタのところにトゲがあるとさらにいいです。切ったナスはこのように水につけておきましょう。続いてピーマン、半分に切ったらまず種を取りましょう。そしたら乱切りにします。これでピーマンカットは完了です。最後に豚こま肉なんですけど、これは大きさ大体でいいです。ざっくりと一口程度くらいの大きさに切れればいいかな。よし、これで OK。 次に先ほど切ったナスをここに並べていきます。で、ここに片栗粉をまぶします。片栗粉をナスにまぶすことによって歯ごたえが良くなります。両面しっかりとつけてあげましょう。よし、これで OK。 これで食材の下処理は完了です。そしたら今から実際に作っていこうと思います。まずフライパンに油を敷きます。そしたらここにお肉を加えます。次にこの残ってる油を使ってナスを炒めていきます。はい、こんな感じである程度炒まったので、先ほど炒めたお肉を戻します。調味料を加えていきます。醤油大さじ2、みりん大さじ1、酒が大さじ1、みりんが大さじ2、砂糖が大さじ1、これを一気に混ぜ合わせます。で、最後にピーマンを加えます。はい、これで完成です。今回のポイントをもう一度おさらいしましょう。ナスは片栗粉をまぶします。お肉は炒めたら一回取り出して、ナスが炒まった時にもう一回戻しましょう。以上、それらの点を踏まえた上でナスと豚肉の照り焼き作ってみてください。これでナスと豚肉の照り焼きの完成です。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。